パクナ泊南縁のサヘル地帯に位置する共和制国家。首都はニアメ。内陸国であり、北西から半時計回りで、アルジェリア、マリ、ブルキナファソ、ベナン、ナイジェリア、チャド、リビアと隣接する。正式名称はフランス語で、レピュブリック・ジュニジェール。通称、ニジェール。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・ニジェール。通称、ニジェール。 日本語の表記は、ニジェール共和国。通称、ニジェール。国名の由来は、国内を流れるニジェール川より、ニジェール川の語源は、遊牧民トゥアレグ族により、この川が、ニエジーレン、川、または、エジーレン、川と呼ばれていたことによる。これが、フランス人に伝えられ、ラテン語で、黒を意味するニジェールと点火した。ニジェールとナイジェリアは本来は、 同じ地域を指しているが、旧宗主国をことにする、両地域が別々に独立した際に、現在のように別の国を指すこととなった。フランス要塞から移した、旧首都、ザンデール旧世紀頃、ニジェール川流域に、現在のマリ東部のガオー首都とする損害帝国が、起こり、ニジェール川流域地方を支配した。損害は、早くから、北アフリカとの交易があり、 イスラム化が進んでいた。東部のチャドコ周辺はカネム王国が支配していた。損害帝国は14世紀にはマリ帝国の属国となったものの14世紀後半には再独立し、15世紀には最盛期を迎えた。この頃には損害の勢力圏は中部にまで及んでいたが、16世紀末には帝国が、 モロッコのサード町に破れたためこの支配は崩壊した。東部はカネム王国が南戦したボルヌ帝国の支配下にあった。19世紀にはダマガラムに小王朝があり、その他いくつかの小勢力が拡挙していたが、ニジェール全体を支配する勢力は存在しなかった。19世紀末にはイギリスとフランスが進出し、1898年両国の 協定によって、フランスが20世紀までに全土を領有。フランスは、ジェルマビトを優遇し、最大民族のハウサ人などを支配させる政策を取った。1900年には、EN、サルタネート・オブ・アガデスも併合された。1916年、トゥアレグ族の貴族カオソン・エージー・モハメッドが、アガデスで放棄した。翌年、反乱は、フランス軍に鎮圧された。 1922年にフランス領西アフリカの一部に再編された。1926年ハウサ人が多数派のザンデールからジェルマ人が多いニアメに行政機能が移され遷都した。1958年に自治国となり自治政府首相にはニジェール進歩党党首のアマニ・ディオリが就任した。ディオリは1959年に性的である。 サワバの地母ばかりを追放し、サワバの活動を禁止した。1960年8月3日に共和国として独立し、初代大統領にはディオリがついた。ディオリは建国後すぐに他党を禁止し一党制を敷くと、共に新仏的立場を取りながら、アフリカの有力政治家として外交で活躍した者の,の内政は停滞を続け、 1970年代の大干ばつによって国内情勢は不安定化した。1974年4月、陸軍のせいにクンチェ参謀長がクーデターで軍事政権最高軍事評議会を樹立し、同評議会の議長に就任。憲法は停止され、議会、政党活動も中止された。君ェ政権の下では、 北部のアーリットで、ウランの生産が開始され、また干ばつが収まったため1980年頃まで、経済は成長を続けたが、その後はまた干ばつが起き、ウラン価格の低迷もあって経済は再び停滞した。1987年11月には、クンチェが死亡し、アリーセブが後継者となった。セブは1989年に、 社会発展国民運動を結成して民政移管を目指し、同年9月の国民投票で新憲法が承認され、12月の選挙でアリーセブが大統領が選出されて、形式的に民政移管したものの、非民主的な体制はそのままだった。1990年、中央政府の資源独占に不満を持つトゥアレグ族とトゥブー族の反政府勢力との間で、 トゥアレグ抵抗運動が勃発。1991年になると民主化運動が激しくなり、セブ政権は民主化に取り掛かった。1992年12月に新憲法が国民投票で承認されて、複数政党制が認められ、1993年2月の議会選で6党の連合体、変革勢力同盟が軍事政権時代の与党、 社会発展国民運動に勝利した。3月の大統領選では、民主社会会議のマハマヌ・ウスマン党首が当選。4月に、マハマド・イスフが首相に就任した。1995年1月の総選挙では、MNSD などの野党連合が勝利し、2月にハマ・アマド・ MNSD 初期長が首相就任。 4月、自治を求めるトゥアレグ族及びトゥーブー族反政府勢力と和平合意。1996年1月、軍のクーデターで、イブライム、バレマイナサラ陸軍参謀長を議長とする、旧国委員会が、軍事政権を樹立。7月の大統領選で、マイナサラ議長が、ウスマンゼン大統領を破り当選。12月、マイナサラ大統領は、 旧国委員会を解散、アマルシセゼン経済省を首相に任命したが、1997年11月には、野党との対立やストライキ問題を解決できないとして解任、イブライム、ハッサンマヤキ外相を新首相に。1999年4月、再び軍がクーデターを起こし、大統領警護隊が、ニアメの空港で、マイナサラ大統領を銃殺した。 そして、警護隊隊長のダオダ・マラムアンケ・少佐を議長と、する軍事政権、国家和解票議会が実権を掌握。議会を解散し、憲法を停止した。軍事政権による憲法草案の是非を問う国民投票が7月行われ、約90%の支持で承認された。新憲法は、大統領と首相の権力分担を規定。 トゥアレグ抵抗運動10月の大統領選で軍の元幹部で MNSD 党員のタンジャー・ママドゥが当選した。ママドゥ大統領は12月、MNSD 初期長のハマアマドゥ元首相を首相に任命した。2000年3月、マハマドゥ・イズフ元首相が率いるニジエール民主社会主義党を中心とした野党勢力が民主勢力連合を結成。 6月、MNSD など大統領支持勢力が、議会多数派の民主勢力同盟を結成した。2001年2月、大学への政府補助金50%以上削減に、抗議した学生が各地で、でも、警官隊と衝突。政府は、アブドゥムムニ大学を閉鎖。4月、マイナサラ大統領重殺事件の捜査を求める、支持者ら数千人が首都でデモ。 2002年7月、チンギニや待遇に抗議した、軍兵士が南東部のディファで反乱を起こし、ラジオ局を占拠。政府は、同月のうちに、ディファに非常事態宣言を発令した。反乱は8月には、ヤメにも拡大したが、政府軍が鎮圧。200人以上の兵士が逮捕された。ニジェール川のレテ島の貴族問題をめぐり、ベナンと国境紛争を抱える。 2000年5月、島に建設中のベナン政府施設を、ニジェール軍が破壊。6月に双方が会談したが決裂し、アフリカ統一機構などに仲裁を要請し2001年6月、両国は、結論を国際司法裁判所の判断に委ねることで、合意した。2004年末の大雨で砂漠飛びバッタが発生した、結果、2003から2005年の公害、マラディ、 タウア、ディラベリ、ザンデールで、ニジェール食糧危機が起こった。2007年には、トゥアレグ抵抗運動が勃発した。ママドゥ大統領は2009年8月4日に、新憲法制定に関する国民投票を行うと、表明した。憲法裁判所は、違法な決定と判断したが、ママドゥは、憲法裁判所を解散させ、投票を強行する構えを見せた、EN。 この国民投票は予定通り実施され、新憲法は採択された。これにより、2012年の新憲法施行までの3年間、ママドゥが現行憲法のもとで引き続き政権を率いることになり、さらに現行憲法に存在した参戦禁止規定が新憲法では削除されたことで、2012年以降もママドゥが大統領職に泊まり続ける。 可能性が出てきた。2010年2月、ママド大統領が3期目を目指し任期延長を強行しようとしたことから国内の緊張が悪化。2月18日、再び軍がクーデターを起こし、軍が大統領と閣僚を拘束。国軍高官が憲法の停止を宣言し、民主主義復興最高表議会による軍事政権の樹立を宣言し、 憲法の停止と政府の解散の宣言、国境の閉鎖、夜間外出の禁止を発令した。このクーデターに対し国際社会は批判を強めているが、一方で数千人の市民が軍の兵舎の周囲に集まり、軍万歳などと叫びながら軍事政権への支持を示すなど国民はクーデターを歓迎。ル・ジボが暫定国家元首に就任した。 その後、軍事政権が採択した新憲法案が2010年11月の国民投票で可決され、ママドゥの起とした大統領権限を強化する新憲法は葬り去られた。2011年4月7日、選挙による新大統領にニジェール民主社会主義党のマハマドイスフが選ばれた。イスフ大統領は2016年の選挙で再選された。 イスフの人気満了に伴う2020年、ニジェール総選挙が2020年12月27日に実施されるも、候補の中で過半数を獲得した者がいなかったため2021年2月21日に、モハメド・バズムと、マハマヌ・ースマンの決戦投票が実施された。結果は、バズムが55%の票を獲得し当選した。敗北した、ウスマン陣営は、 選挙結果の不正を主張しデモ活動を実施した。3月31日には一部の軍人によるクーデター未遂が起きた。背景には選挙への不信感や3月21日にタウアシューティリアで発生したイスラム系過激派組織アイソルによる虐殺事件といったテロへの不安が挙げられる。2021年4月2日。 バズムの大統領就任式が取り行われた。民主的な選挙で選出された文民同士の政権交代はニジェールの歴史上初めてとなる。バズムは翌日に新たな首相を指名し新政権が発足した。モハメド・バズム大統領ニジェールは共和制、大統領制を取る立憲国家で現行憲法は2010年11月25日に 交付されたものである。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。2010年憲法により参戦は禁止されている。首相及び閣僚は大統領により任命される。立法府は一員制で、正式名称は国民議会。定数は113議席で、議員は国民の直接選挙により選出される。 113議席のうち105議席は民族や地域に関係なく政党名簿比例代表制度により残り8議席は小選挙区制により少数民族から選出される議員の任期は5年である5%以上の投票が得られない政党には議席は配分されないニジェールは複数政党制であり2011年以降の与党は 左派のニジェール民主社会主義党である。他に野党として、中道右派の社会発展国民運動や、中道の民主社会会議などがある。選抜徴平成。兵役は2年。陸軍5200人、空軍100人、憲兵隊1400人、共和国警備隊2500人、国家警察隊1500人。2002年の国防予算は3300万ドル。 地形図ニジェールの欠片気候区分赤が砂漠気候、オレンジがステップ気候であり全域が乾燥帯に属するニジェールの気候は北部に行くほど乾燥しており北部、中部を中心に国土の5分の4をサハラ砂漠が占めている南部は全域がサヘル地帯に属しておりステップ気候を示すサヘル北部は 降水量が150メートルから300ミリメートルほどであり、農耕は不可能だがわずかに育つ草を利用して遊牧が行われている。サヘルチューブは降水量が300メートルから600ミリメートルほどとなり、天水農業が主力となり、牧畜も行われている。この気候帯は全員国土の10%ほどを占め、首都ニアメや ザンデールなどの主要都市が点在し、ニジェールの人口の多くがこの地域に居住する。南下するほど降水量は増加していき、ベナン国境に近い国土の最南部は、全国土の1%ほどに過ぎないが、降水量が600メートルから750ミリメートルほどとなって、最も農業に適している。雨季は南に行くほど長くなるが、 おおよそ6月から9月が、雨季にあたり多湿となる。2月には、サハラ砂漠から非常に乾燥した、季節風春末端が吹き込むため気温が下がり、また砂塵がひどくなる。地形は、基本的に南に向かうほど標高が低くなるが、国土中央のアイル山地及び、北端のリビア国境の山地を除いては、おおむね平坦な地形である。最高地点は、 アイル山地のイドカルンタジェ山で、最低地点は、ニジェール川の標高200メートルである。ニジェールは、乾燥地帯に位置し、年間を通じて流水があるのは、国土南西部を流れるニジェール川のみである。また、南東端は、茶どこに面している。このほか雨季になると各所に、故障や季節河川が出現し、貴重な水資源となっている。 ニジェールの地方行政区分ニジェールは7つの州と1つの首都特別区から構成されている。最大都市は国土の南西部、ニジェール川沿いに位置する首都のニアメである。人口は国土の南部に偏在しており、マラディア、ザンデールといった都市が点在するが、国土の中部、北部は砂漠地帯であり、オアシス都市で古くからのサハラ交易の要衝である。 アガデスと、ウランコ開発の拠点として、急速に都市化した、アーリットを除き都市らしい都市は存在しない。シュトニアメ農業、畜産業、工業が、主産業。国民総所得は131億ドル、で、世界最貧国の一つでもある。周辺の8カ国とともに、西アフリカ諸国中央銀行を、中央銀行としており、通貨は、CFA フランである。 第一次産業人口は 56.9%2005 年を占めるが、農業は自給農業が中心で南部に限られる。高雨量は少ないが、考えも発達しておらず、水源も乏しいため、ほとんどは天水農業である。そのため、高雨量に収量は大きく左右されるが、さヘル地域は雨量が不安定であり、 降水量の年角差が激しいため、しばしば干ばつが起こる。主な作物は、雨量の多いサヘル南部ではモロコシ、より乾燥したサヘル中部では、ジ人ビエが栽培される。1980年代以降、特にモロコシにおいて、単周の減少が目立ち、1980年の1ヘクタールあたり479キログラムから、 2001年には1ヘクタールあたり255キログラムとほぼ半減している。これは人口増加により、旧来の土地休館が不可能になり、土地が国使されるようになったためである。これに対し創生産量は増加しているが、これは工作面積が3倍近く増加しているため、単収の減少を高地の増加で補っているためである。当人ビ例においては、 旧来の土地休館が可能であったため、短周現象は起こっていない。諸越ジ人ビ江は平年は、時給が可能であるが、干ばつが起こった場合供給が不足する。このほか、南部のニジェール川流域において、米の栽培が行われており、特にティラベリ州において集約的に栽培されるが、国内需要が大きく伸びているため時給ができず、多くを輸入に頼る状況となっている。 輸出用作物としては植民地時代に落花生の栽培が奨励され1960年代初期にはそう輸出額の80%が落花生及びピーナッツオイルによって占められていたが1970年代にはすでに割合はかなり小さくなっておりそれ以降は輸出額はごくわずかなものにとどまっている農作物の中で輸出額が多いのは 玉ねぎやさ,さげであるが、いずれも、そう輸出額に占める割合は、非常に少ない。捧げの輸出の大半は、ナイジェリア向けであり、玉ねぎの輸出先も、近隣諸国がほとんどである。牧畜は、農業よりは盛んであり、牛や羊、ヤギ、ラクダが、主に飼育される。南部のフラニ人は、牛を、主に飼育し、北部のトゥアレグ人は、 ラクダやヤギを中心に飼育を行っているほか、各地の農耕民も、牧畜を行っている。家畜輸出は、農業輸出よりも大きく、牛羊ヤギが、主に輸出される。内水漁業の規模は2005年で、年間漁獲高5万トン前後であり、そのうちの、約4万5千トン、90%近くを、茶どこでの漁獲が占めており、ニジェール川が3700トン前後。 他の水域での漁獲はわずかなものにとどまっている。アーリットウラン鉱山独立時は上記のわずかな農牧業に頼っていたが、1971年に北部のアーリットでウラン鉱の生産が開始され、以後ウランの輸出が経済の柱となった。ウランは確認できるだけで世界第3位の埋蔵量を誇っている。ニジェールのウラン鉱山はアーリット鉱山と、 アクータ鉱山の二つの鉱山からなり、アーリット鉱山は、フランス原子力庁と、ニジェール政府が、アクータ鉱山は、ニジェール政府、フランス原子力庁、日本の海外ウラン資源開発者、スペインの資本がそれぞれ出資している。ウラン関連産業は、全雇用の約20%を占める。2014年にはウランが総輸出額の45.6%を、占め。 ニジェール最大の輸出品となっているが、あまりに、ウランの経済に占める割合が高いため、ウランの市場価格の上下がそのまま経済に直撃する構造となっており、経済成長率は、ウラン価格の動静に左右されている。また東部で油田が発見され、2014年には、石油製品が総輸出額の25.9%を占めて、第2位の輸出品となった。 また、ブルキナファソ国境に近いリプタコ地方においては、金が産出され、これも輸出される。1997年の干ばつで国民の4分の1が、飢餓の危機に陥った。さらに、ウラン価格の低下、度重なる、政常不安による、海外援助の途絶により、1999年末には、国家経済が事実上の破産状態に陥った。しかし、 2000年12月に国際通貨基金などは貧困削減対策として、ニジェール政府が背負う8億9000万ドルの債務免除を発表し、7600万ドルの融資を決定するなど、明るい兆しも見えてきている。ニジェールの交通の主力は道路交通であるが、それほど整備が進んでいるわけではない。最も重要な道路は、首都に雨から、 国土の南端外野へ向かう道路で、ここからベナンに入り、ベナン中部のパラクルから鉄道で、コトヌー港へと向かうのが、ニジェールの主な輸出ルートである。また、マリ国境のカラニアメ、ドッソ、マラディ、ザンデール、ディファといった主要都市を通って、チャドコ沿岸のニリ組まで、ニジェールの人口中密地帯を結ぶ前線舗装の幹線道路が走っている。このほか、ザンデールから、 アガデス・アーリットを通って、アルジェリア国境のアッサマッカへと向かうサハラ、縦断道路が存在するが、舗装は、ザンデールから、アーリット間のみにとどまっている。ニジェール側には、ニアメ市のケネディ橋やガヤ市の橋など、数本の橋が架けられている。ニジェールには、ニアメのディオリアマニ国際空港をはじめとしていくつかの、空港が存在するが、国際便がニアメに発着するのみで、 1980年代以降、国内線は、わずかなチャーター便を除きほとんど運行していない。このため、国内輸送において、航空輸送はほとんど意味を持っていない。ニジェール国内に、鉄道は存在しない。植民地時代には、コートジボワールのアビジャンから、オートボルタの首都アガドゥグを通ってニアメまでの鉄道が、計画されていたものの、1954年に、 我が土ーに到達したところで工事は中断し、やがて独立とともに計画は立ち消えとなって、アビジャンニジェール鉄道の何その痕跡を残すのみとなっている。これに代わって、ダオメー経由の鉄道計画が浮上し、1959年には、ベナンニジェール鉄道輸送共同体が設立されて、ダオメー国内の鉄道に、ニジェールが参画することとなった。 1970年代には、パラクーからニアメーの鉄道延伸が決定されたが、資金不足で工事は中止された。ニジェールの子供たち2016年の人口は2067万2987人。国連による統計では2015年から2020年の人口増加率は3.81と世界3位。 世界銀行によると出生率は2016年には7.2となり、世界一となっていることから、人口爆発を引き起こし、2020年に2332万人、2050年に6120万人、2070年に1億122万人、2100年には1億2403万人にまで増加すると予測されている。ニジェルの最大民族は、ハウサ族であり、 2001年には人口の55.4%を占めていた。ハウサ人は主に南部のナイジェリア国境沿いに居住し、ザンデールやマラディなどが居住域の主な都市である。次の大きな民族グループは南西部に居住するジェルマソン外族であり、人口の 21%2001 年を占めている。ジェルマ村外は首都ニアメの多数派民族であり、ニジェール川沿いを 主な居住域としている。これに次ぐのは、北部の砂漠地方を中心に居住する遊牧民トゥアレグ族であり、全人口の9.3%、2001年を占める。第4位の民族はフラニ族であり、人口の8.5%、2001年を占める。フラニ人も遊牧民であるが、北部に多いトゥアレグ人とは異なり、 北端を除き全国にまんべんなく分布する。このほか南東部に多いカヌリ族や、同じく南東部のディファ市周辺に多いディファーラブ族、トゥブー族、グルマ族などの民族が居住する。フランス語が、公用語だが、日常においては、ハウサ語、ジェルマ語、フラニ語などの各民族語が主に話されている。イスラームが90%を占め、 中でも寸二派が全人口の85%を占めている2005年。他にアニミズム、キリスト教も。教育制度は小学校6年、中学校4年、高校3年、大学3年であり、小学校と中学校の10年間が義務教育となっている。ただし、飛び級制度及び落第制度があり、またそれ以外でも、 学校教育からドロップアウトするものも多いため、入学者に比べ卒業者は少なくなっている。識字率は19.1%に過ぎない。国内の大学は1971年に設立された総合大学、アブドゥムムニ大学やイスラム大学であるサイイスラム大学が存在する。 同国は、慢性的な資源不足と人口に比べて、医療提供者が少数である現状に苦しんでおり、今も事態が解決へ向かっていない。イスラム過激派組織による、テロ、誘拐事件が多発しており、外国人も被害に遭っていることが報告されている。世界遺産アイルテネレ自然保護区主食には、キビ、ベー、キャッサバ、ソルガム、トウモロコシ、豆などを用いている。 料理に様々なスパイスが使用されることが特徴でもある。ニジェールには文化遺産が1件及び自然遺産が2件の3つの世界遺産が存在する。アガデスはサハラ湖駅で栄えたオアシス都市であり、その古い街並みが世界遺産に指定された。アイルテネレ自然保護区は国土中央部の産地及び砂漠地帯である。W 国立公園は 国土の南端に位置し、ニジェール、ブルキナファソ、デナンにまたがるニジェール川の流域で、自然がよく残され多くの動物が生息している。競馬、ラクダレース、ソロレスリングなどの伝統的なスポーツが支持されている。都市部では、世界的な支持率を誇るスポーツの人気が高く、特にサッカーをはじめとする国際的な認知度が高い、球技が人気となっている。 1972年民編オリンピックでボクサーのアイセイクダボアが銅メダルを獲得している。ありがとうございます。